おはようございます。カーピです。ワールドスターセレクションがやってきました。マエケンと岩隈投手が登場してますけども、私はもちろんマエケン狙いでいこうと思います。純正カープの先発投手陣を強化したいんで、マエケンはうってつけの選手ですね。今回は最大60連いきたいと思います。まず10連目、もうすぐ2017シリーズも終わって2018シリーズが始まって、スピリッツ2800になると思うんですけども、来年以降のためにもマエケンは引いておきたい。3枚目で A、 石川選手、今年は復活してほしい。最後は A、 高梨選手、ドラフト介入団からの素晴らしい活躍。エネオスからの介入団って結構珍しい気がしますね。二段っぽい面白いフォームしてますね。20連目、純正カープでは先発投手が不足してるんで、マエケンにはぜひ入団してほしい。お願いします。渋いですね。マエケンの A の引きもめっちゃ重要。確定は雄平選手、セレクションの雄平選手が突4になります。去年は骨折で離脱してプロスピの能力もちょっと落ちちゃいましたね。3割20本打った年は胸が躍りました。今年はダボを取り戻してほしいです。30連目、30連目では S ランク確定。 30% でワールドスターで、そこから2分の1でマエケン。難しい確率だけど引いていきましょう。9枚目で茂木選手、去年は打撃が覚醒しましたね。ショートであのバッティングは夢が広がりますね。さあ S 確定、マエケンの入団だ。うわー、マジかー、惜しいのか。これはカープで先発までは合ってるんですけどね。あ、岡田選手はかぶり、これはミキさんの球にするしかないですね。これは追加で60連目までやりましょうか。かぶりでは終われないですね。はい、エナジー追加で買ってきました。40連目いきましょう。ここまで A のワールドスターもなし。限界突破のためにも A のマエケンもそろそろ欲しい。頼む。おっ、おー、岩隈選手。岩隈選手は制球型ではトップクラスの選手でしょうね。この調子でマエケン引いていきましょう。最後の確定 A ランク、又吉選手、去年も中継ぎでいい活躍見せましたね。完封もありましたね。京田選手に似てるって言われますけど、私としてはそこまでかなと。皆さんはどう思いますか。50連目、ここまでマエケンが出る気配がないんですけど、そろそろ出てきていいですよ。頼みます。確定来ないな。おお、東山選手、去年の最多勝ついに覚醒しましたね。2018シリーズではもっと能力上がるでしょう。この絵はありがたい。さあそろそろマエケン来い。うわー岩隈選手、岩隈選手はもし S が取れてもオーダーには入らないんですよね。
ただ2018シリーズ以降のこともあるんで、この A ランクは取っておきましょう。さあ確定 A ランク、そろそろマエケン来てください。あーマエケンじゃないけど、 T 岡田選手は極みになる。これはこれで悪くないか。はい、あっという間に60連目になりました。ここまで前剣の A ランクすら1枚も引けず、最後の確定で前剣 S ランクを確保しましょう。これは確定だけか。最後はワールドスター S ランク確定、前剣来てくれ。うわっ、前剣出ませんでした。岩隈さん S ランクと A ランクも2枚、岩隈ガチャでした。うん、基本的にガチャではカープーンないんですよね。去年のセレクションでは100連回してジャクソンも丸も引けませんでしたし、 OB の 1,2,3 弾でも S 確定ではカープ出ないし、ベスト9タイトルホルダーでは90連やって破った合図は出てこない。12球団の方でなんとか精神を保ってるって感じですね。まあしょうがない、純正カープは焦らずじっくり強化していきます。今回もご視聴ありがとうございました。応援のグッドボタン、チャンネル登録お待ちしています。ではまた次回の動画で会いましょう。